まあ、あの、各市、スポーツ新聞にもいろんなコメントを寄せられておりますけども、ま、今日はやっぱりちょっと、え、語り尽くされてる部分が多いので、はい。できればそれ以外のことでね、はい。星野さんとのエピソード、思い出なんかを聞きたいなと思うんですけど、あの、なんか、思い出に残る、ま、自分のピッチングした後の何か、そういう出来事ってありますかね。うん、ですから、あの、一番印象に残ってる、ま、かけられた言葉っていうのは、その、 一年目にですね、僕が巨人戦に初完封して。うん、ああ、98年。まあ、あの、その時に一番最初に出迎えていただいてですね。うん、マウンドから降りてくるケンシンさんを。よくやったと<ー>、うん。で、まあ、あの、その日はその日で、まあ僕も嬉しくて。うん、そうしたら次の日にですね、ロッカーにいたら、うんうん、まあ、監督付き候補から健、ケンシン。うん 監督が部屋に呼んどると。おおおいおいおい、俺、完封して次の日いきなり怒られるのかな怒られる前提なんですかいや、部屋に呼んどるというのは、基本的に、たけしっ言ってた。そういう伝わります。なんか、そういう感じで呼んでるイメージがあるんだなるほど。なんか、なんか、お小言言われるかと。言われるななんかあったなって感じで言ったら、昨日はナイスやったと。読んでたか、という感じで、あ、はいって言ったら、 あの、ご褒美をやるわと。うん、うん。あの、どれでもこの中で好きな時計を持っていけって言うんですよね。ちょ,ちょっと待って、一、えー、つこうで用意されてるわけじゃなくて、はい、なそうなんですよ。いくつか並んでるのい使いつつぐらい並んでるんですよね。監督の愛用品ってことなんですかねうーん、まあ、そういう、何かこう、そういう、 大きな出来事を起こした選手にプレゼントを。するためにストックされてあるわけでそういう感じなんですよ。ほう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 。で、まあ、うわーって僕、時計したことなかったんですよね。はあ、あんまりもうね、学生の頃はね。ほぼそうですか。ほぼほぼ、成人式にもいいホームで行く人ですから。行ってないから、行ってないから。もう、玉こっちとかですね。本当に糸、糸ぐらいしか巻いてなかった。見さんがか。はい。違います。でね、4つぐらいあったんですよ。はい。 で、選べと言われたんですけど、うん、選べと言いながら選ぶなみたいな、はよ選べみたいな感じの雰囲気だったんで、お,<ー>お<ー>緊張してね、僕も。どれにしようかな、どころじゃなくて。それはそれほやったら、わかりますよ。だから、もう手出したのが、うん、左から2番目だったんですよ。それは何見た感じで現実の中で、一番それがかっこよく見えたのか、それともそれが一番高そうに見えたのか。うん、かそんな余裕もなかったんですよ。うん ほう。だから他のがどういう感じだったのかも全然覚えてなくて。実際自分の腕にはめてみて、似合う似合わないとかわからなくて。で、忘れもしない、撮ったのが、ブルガリって言うんですかうわ、また、めっちゃ高い。ブルガリすが一流の先生、ビビッと。はい。見る目あるなでも僕、当時あんまり全然わかんなかったんで、なんやろ、この時計って言ったら、なんか当時、野口さん、野口さん。はい。お前いいじゃん、これ、とか言って。 <laughs> これ高えぞ、お前。<わ>みたい言い,いそうですね、はい。<laughs> 野口さん。僕は <laughs> あの <laughs> も本当につけたこともないし、はい、高いんですか、はいはい、お前高いに決まってんじゃねえかみたいな。<laughs> <laughs> ええ、すっごい、もう、プロ野球の世界って何、何と思います確かにね。<ー>で、ケイシンさんがその、4つ、5つ並んでる中から、ブルーガリを選びました。はい、で、その、残ったものに関しては、はい、例えば、その後、例えば、シーズン活躍した時に、誰かがその、監督室に呼ばれて、もらった形跡はあったんですかありましたね。で誰かその、いばちあれ、あれ右一番右のやつだったとか、そういうことないばちはかいばちなかった。はい、<laughs> 次の年ぐらいに、うん 福留孝介選手がなんかもらってましたよ。はぁ。僕が選んだ残りもんやとか。<ん> <laughs> いやいやいや、も今や,らいいやらしい。いやらしい言い方しなさ、ね、なまあでもあれでしょ、ミキプーなんか持ちーの先輩から、今日のダンスは良かったよ好きな時計持ってきなみたいなのはある <laughs> あ ないです。ないよね。それあったらね。そうやね。もう一緒ついてきますねやめないでみたいな感じでね。そうか。それがやっぱ初完封の時の。そうですよ。なるほどね。あので、優勝した時も当然その、一緒になってわーっと盛り上がったわけで。そうそうそう。優勝した時にビールかけってあるでしょ ?99 年。当時はあの、ビジターで優勝決まりましたから、東京でね。はい。 まあ、ホテルでね、そこにしか赤プリの屋外プールをね、改装して凍りつくような寒さの中、プールが。ね。まあ、みんなプールか湯気が出てますよ、寒すぎても。そ温水にはしてくださったものの。ですから、その後バー飛び込んだりとか、なんか、まあ、僕も飛び込んだかどうか定かじゃないですけど。びしょびしょでしたから。とにかくみんな、その中に星野監督も飛び込みましたよ。バーって出た瞬間、みんなこう、ドサくサに曲げてみんな、選手が、 こことばかりにビールを、監督浴びさせに行ったわね。ああ、監督がかけに行ったわけね。うん、はいはいはい。ほんで僕もちょっと走って行って、待て待て待てを、僕もなんとかここでかけたいと思って。で、まあ持っていくでしょう、はい。ビール瓶を持っていった。ビール瓶を2本ぐらい持っていったら、なんや。<laughs> なんでお前がかけるんやみたいな感じでちょっとぎゅぎゅってにらまれた冗談半分でだけどその目がビビっちゃっていやいやいやあと下がりしながら自分にかけた自分にかけたんや岩瀬さんとかかけとったのよってちょっとそれが心残りというか僕としては。でもいいろろんんなな選手 関係者から言われている通り、うん、まあ、ユニホーム着た時ときと、脱いだときのこのスイッチの切り替えというか、その、オンとオフっていうのがね、しっかりしたせん、うん、あの、監督でしたよね。まあ、すべてね、うん、あの、ユニホーム着たとき、どうのこうのじゃなくてね、すべてね、僕はね、うん、役者だったような気がします。うんうん、ああ、なるほどね。あの、怒るときも、笑うときも、うん、もう、あの、球場に雰囲気をつく、あの、ベンチに雰囲気作ったりとかね。うんうん、まあ、その、全部、 あの、たまたまではないような気がしますね。なるほどね、うん。全部意図されてると思いますよ。宮部君ははい。マスコミは戦力だって星野さんよくおっしゃってて、うん、駆け出しのそういうことを99年の頃に、遠征先のお茶会に末席に入れていただいたときに、宮部って名前を呼んでくださって、もう一生ついてきますって思いましたね。おお <laughs> 確かに、ね。で、楽天に属されてたときは、年に一回しかお会いできないんですけど、はいはい、その時に、お前髪の毛薄なったなって、年に一回で、うん なのに言ってくださるんですよ。で、それタブーですし、自分の中でもね、僕でも、僕レベルでも、それをね、ズゴーっておっしゃりながら、でも言われた僕が嬉しいんですよ。あの感覚はね、星野さんしか。 いらっしゃらないんで。そうやな。そういうふうな上司っていいなと思いますよね。うん、まあ、あの、各紙、スポーツ新聞にも、いろんなコメントを寄せられておりますけども、まあ、今日はやっぱりちょっと、えー、語り尽くされてる部分が多いので、はい。できればそれ以外のことでね、はい。さんとのエピソード、はいはい、思い出なんかを聞きたいなと思うんですけど、うん、あの、なんか、思い出に残る、まあ、自分のピッチングした後の何か、そういう出来事ってありますかね。うん、ですから、あのー、うん 一番印象に残ってる、まあ、かけられた言葉っていうのは、うん、その、一年目にですね、うん、僕が、巨人戦に初完封して。ああ、九十八年。まあ、あの、その時に、一番最初に出迎えていただいてですね。うん、マウンドから降りてくる剣心さんを。よくやった、と<ー>、うん。で、まあ、あの、その日はその日で、まあ、僕も嬉しくて。うん、そしたら次の日にですね、ロッカーにいたら、うんうん、まあ、監督付き広報から、剣心、うんうん 監督が部屋に呼んどると。おおおいおいおい、俺、完封して次の日いきなり怒られるのかな怒られる前提なんですかいや、部屋に呼んどるもいホームで行人ですから。行ってないから、行ってないから。もう、卵地とかですかね。れあの、糸、糸ぐらいしか巻いてなかった。見さんがか。そんな違います。でね、4つぐらいあったんですよ。はい。 で、選べと言われたんですけど、うん、選べと言いながら選ぶなみたいな、はよ選べみたいな感じの雰囲気だったんで、お,<ー>お<ー>緊張してね、僕も。どれにしようかな、どころじゃなくて。それはそれぐらいだから、かりますよ。だから、<laughs> もう手出したのが、うん、左から2番目だったんですよ。はい、それは何見た感じで現実の中で、一番それがかっこよく見えたのか、それともそれが一番高そうに見えたのか。うんうん、だから、そんな余裕もなかったんですよ。は ほう。だから他のがどういう感じだったのかも全然覚えてなくて。実際自分の腕にはめてみて、似合う似合わないとかわからなくて。で、忘れもしない、撮ったのが、ブルガリっていうんですかうわ、また、めっちゃ高い。ブルガリさすが一流のス生、ピピッと。見る目あるなでも僕、当時あんまり全然わかんない。ドルというのは、基本的に、 たけしこう言えば。わります。なんか、そういう感じで呼んでるイメージがあるんだなるほど。なんか、お言われるかと。言われるななんかあったなぁって感じで言ったら、昨日はナイスやったと。よんでたか、という感じで、あ、はいって言ったら、あの、ご褒美をやるわと。うん。あの、どれでもこの中で好きな時計を持っていけって言うんですよね。ちょっと待って。一つ、こうで用意されてるわけじゃなくて。そうなんですよ。 いくつか並んでるのい使いつつぐらい並んでるんですよね。監督の愛用品ということなんですかねうん、まあそういう、何かこう、そういう大きな出来事を起こした選手にプレゼントする,、えー、するためにストックされてあるわけそういう感じなんですよ。うほ,うほ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 う。で、まあ、うわーって僕時計したことなかったんですよね。 はあ、<う>あまりもね、ねはい、学生の頃はね、ほぼほぼ成人式らしい言い方しなさる、ね。まあでもあれでしょ、ミキプーなんか持ちラの先輩から、今日のダンスは良かったよ好きな時計持ってきなみたいなのはある <laughs> あ ないです。ないよね。それあったらね。そうやね。もう一生ついてきますねやめないでみたいな感じでね。そうか。それがやっぱ初完封の時の。そうですよ。なるほどね。ん。あので、優勝した時も当然その、一緒になってわーっと盛り上がったわけで。そうそうそう。優勝した時にビールかけってあるでしょ ?99 年。当時はあの、ビジターで優勝決まりましたから、東京でね。はい。 ま、ホテルでね、そこにした。赤プリの屋外プールをね、改装してね。凍りつくような寒さの中プールが。ね。まあ、みんなプールか湯気が出てますよ、寒すぎても。そっか、温水にはしてくださったものの。それですから、その後バー飛び込んだりとか、なんか、まあ、僕も飛び込んだかどうか定かじゃないですけど。とにかくみんな、その中に星野監督も飛び込みましたよ。バーって出た瞬間、みんなこう、どさくさに曲げてなかったんで。何やろ、この時計って言ったら。 なんか当時、野口さん、野口さん。お前いいじゃん、これ、とか言って。はい、これ高えぞ、お前。<laughs> い,いそうですね、野口さん。僕、あの時もう本当につけたこともないし、高いんですかはい、はい、お前高いに決まってんじゃねえかーみたいな。<laughs> <laughs> ええ、すっごい、もう、プロ野球の世界って、何と思いました。確かね。で、ケイシンさんがその、4つ、5つ並んでる中から、ブルーガリを選びました。で、その、残ったものに関しては、例えば、その後、例えば、シーズン活躍した時に、誰かがその、監督室に呼ばれて、もらった形跡はあったんですかありましたね。誰かその、いばちあれ、一番右のやつだったとか、そういうこないです。いちはなかった。いばちはなかった。次の年ぐらいに、 福留孝介選手がなんかもらってましたよ。はあ。僕が選んだ残りもんやと。<laughs> い,やいやいや、残りもんや <laughs>